どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ミクシーが運営する 6g のプリペイドカードなんですけども、リアルカードはですね、申し込みがとうとう開始されましたということで、今回ねアップデートも一緒にね発表されているという風になりますので、こちらについてですね解説ねやっていきたいなと思います。JQ エポスゴールドでですね、選べるポイントショップでミクシーを選択していただくとですね、この 6g でねチャージがポイント 1.5 倍っていう風になりまして、またね年間の利用額のボーナスポイントをね入れると 2.5% 還元ということで、 ANA マイルの還元率が 1.75% ということで、個人的にはですねかなりおすすめのねプリペイドカードという風になっているわけなんですけども、まあこちらについてはですね前回ね解説させていただきましたので、そちらね見ていただければなというふうに思うわけなんですけども、今回ですねリアルカード申し込み開始ということで、気になっている方ね結構いらっしゃるかなというふうに思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それでは今回ね発表されたアップデート内容なんですけども、まず一つ目ですね、 6g は国際ブランドがね JCB だったわけなんですけども、今回のアップデートでビザもね選択することが可能っていう風になったんですよね。で2つ目に関してはですね、今回ね題名にも入れている通りですね、リアルカード申し込み開始ということで、こちらはですね今回発表された券面なんですけども、なんとスケルトンになってるんですよね。こちら面白いですよね。でカード番号とかもね一切ないナンバーレスのねプリペイドカードっていう風になってるんですよね。またですね先日のね生放送でもね軽く触れたんですけども、この 6g のねプリペイドカードのリアルカードに関してはですね、発行手数料がね600円かかるっていう風になりますので、まあこちらね今ねキャンペーンをやっておりまして、抽選当選すると無料でね発行することもできるわけなんですけども、普通にね申し込む場合はですね、こちら600円の発行手数料がですねかかってしまうっていった形になります。でカラーについてなんですけども、ブルーと紫とオレンジとねブラックがあるという風になりますので、こちらはお好みでね選んでいただければなと思います。今回ねリアルカード申し込み開始になったわけなんですけども、ちょっとねいつ配送されるとかね、そういった情報はね記載がなくてですね、気長に待っててくださいみたいなね、そんな感じで公式サイトに記載がありますので、こちらについてはですね気長にね待っていただければなと思います。次に3つ目ですね、こちら新機能ということで、ユーザー間のね間で送金することがねできるようになるということで、こちらについてはですね PayPay とかね他のサービスであった機能なんですけども、こちらもね追加されるっていった形になります。で4つ目ですね、 SNS アカウントに紐付けして送金できる機能が、こちらね実験的なね機能という風になっているそうなんですけども、まあそういった感じでですね SNS ね紐付けて送金することがねできるっていった形になります。まあこの機能はねメルペイとかでもねある機能なんですけども、まあそこまでね利用する機能ではねないかなっていうふうに思いますので、まあこちらね一応実験的な機能っていうふうになっておりますので、まあ今後ね続くかもしれないし消えるかもしれないなっていう感じですね。で次に5つ目ですね、今回ねリアルカードについてはですね 3D 席はね未対応ということで、先ほども言いましたけどもクレジットカードも番号もなくてですね、またこの番号についてもですねアプリでね確認できない仕様というふうになっておりますので、対面加盟店決済専用になっているということで、インターネットショッピングではですねこのリアルカードはですね利用することができないっていって形になってるんですよね。ですのでこのインターネットショッピングに関してはこのリアルカードはね利用しないで、今まで通りですねバーチャルカードを発行してインターネットショッピングに関してはですね利用していただくっていった形になります。こちらもね後でね簡単に説明ねしたいと思います。で先ほど言ったね 3D 席は未対応についてはですね、夏にねこの機能を追加する予定という風になりますので、この点をね覚えておいていただければなと思います。こんな感じで今回ねアップデートが来たということで、まずですねこのリアルカード発行に関してはスマートフォンアプリをね 6g ありますよね、こちらアップデートしないと今回の内容見れないようになっておりますので、 iPhone 保有されている方はですねストア開いていただいて、右側にですねご自身のねアイコンあるかと思いますので、こちらねタップしていただきます。そうするとですね下にねスクロール引っ張っていただくとですね、
アップデートね、必要になるアプリがね、表示されるかなっていうふうに思いますので、こちらでね、6g のね、スマートフォンアプリをですね、アップデートね、していただければなと思います。でですね、こちらアップデートしてもですね、利用できない方がね、中にはいらっしゃるそうなので、もしね、見られない方はですね、一応ね、アプリ消去していただいて、再ダウンロードね、試していただければなと思います。それでは次に今回の 6g のリアルカードはですね、インターネットショッピングにですね、クレジットカード番号がないので利用することがね、できないわけなんですけども、バーチャルカードであればですね、利用することができるということで、そのね、番号の見方をですね、一応ね、紹介していきたいなと思います。まずね、6g を開いていただいて、下の方にね、バーチャルカードっていうのがありますよね。こちらをクリックしていただきます。今ね、バーチャルカードがね、1枚 JCB のはね、映ってると思うんですけども、こちらをねタップしていただくとですね、こんな感じでねカード番号が表示されるっていう風になりますので、こちらの番号をね入力していただいて利用ねしていただくっていった形になります。でですね、こちらは追加のね左のプラスボタンありますよね、こちらを押していただくとですね、1枚はね無料で発行することができるんですけども、2枚目以降はですね有料になってしまうんですよね。で、先ほどね1回試して消したんですよね。そしたらもう次からね追加購入っていった形になってしまってですね、これねむやみにね発行しないようにしましょう。これね2枚目以降は有料になるっていう風になりますんで、私の画面ねウォレット残高12円でバーチャルカード発行費用100円で88円ね足りませんって表示されてると思うんですけども、まあ、こんな感じでですねお金がかかってしまうっていう風になりますんで、もしねインターネットショッピングで利用されたい方はですね、今表示されているのをクリックしていただくとですね、カード番号見れるようになっておりますので、こちらからね利用していただければなと思います。それでは次にですね、今回発表されたリアルカードの発行方法についてなんですけども、アプリのね、トップ画面に、こちらの画面がね、出てると思うんですよね。リアルカード受付中ということで、こちらをね、クリックしていただきます。そうするとですね、カラーをね、選べる画面が出てると思いますので、こちらでね、好きな色をですね、選んでいただきます。で、私がね、出してる画面に関しては、カード価格がね、0円って記載がされてると思うんですけども、ちょっとね、後で解説しますけども、私はキャンペーン当選して0円でね、発行することができたわけなんですけども、こちらキャンペーン当選してないとですね、カード価格がですね、600円でね、表示されていると思いますので、この点はね、注意してください。で、カラーをね、選んでいただくと、本人確認とカード代金の確認、利用者情報登録、その他の確認事項ということで、こちらね、全部チェック入る必要があるっていう風になりまして、本人確認されてない方は、ここでね、本人確認がね、必要っていう風になりますので、こちらもね、済ましておいてください。で、私はね、本人確認が済んでおりますので、その次のですね、カード代金ですね。こちらは先ほども言いました通り、私はキャンペーンでね、0円で発行することができておりますので、0円っていう風になっておりますけども、こちら本来ね、600円って記載がされていると思います。次に利用者情報登録ですね。こちらはクリックしていただくとですね、住所等々がね、出ているっていう風になりますんで、名前と住所ね、確認していただいて、戻っていただきます。で、次にですね、その他の確認事項ということで、こちらね、クリックしていただくと、注意事項ね、記載されている内容を確認し、同意しますということで、こちらね、同意していただきます。で、全部チェック済んだらですね、一番下の申し込みをね、クリックしていただきます。そうするとですね、リアルカード申し込み済みです。到着までしばらくお待ちくださいということで、まあこちらね、Uber Eats のようなお兄さんが 6g を背負ってね、自転車を漕いでるね、画像が表示されていると思います。これでですね、6g のリアルカードの申し込みはね、完了っていった形になります。それでは次にですね、今この 6g のリアルカードの申し込みに関してはですね、発行手数料は600円かかるわけなんですけども、今キャンペーンをやっておりまして、SNS とですね、連帯していただいてですね、ポイントをですね、送り合っていただくと、抽選でですね、6g の発行手数料ですね、600円ね、無料になるキャンペーンっていうのが行われておりまして、こちらの利用方法もですね、解説ね、していきたいなというふうに思うわけなんですけども、こちら抽選で、しかもね、先着っていった形になりますので、利用されたい方はですね、できるだけ早くですね、キャンペーンね、参加していただければなと思います。それではですね、実際の利用方法なんですけども、6g のね、スマートフォンのアプリを開いていただくと、
リアルカードを狙って 6g でグラムを投げないかっていうこの表示がありますよね。こちらをクリックしていただきます。そうするとですね、こちらのねページに飛ぶと思うんですけども、この右上の方にですね歯車のマークがありますよね。こちらをねクリックしていただきます。こちらをクリックしていただくと Twitter、YouTube っていうのが出てきますよね。で今ですね開始されているのは Twitter のみっていう風になっておりますので、 Twitter をねクリックしていただきます。そうするとですね Twitter と 6g のね連携のページが出るっていった形になりますので、こちらでね連携をしていただきます。そうするとですね SNS 経由のギフトを受け取るっていうのはね出てくると思いますので、こちらにチェックが入っていることを確認していただきます。これですね 6g と Twitter のね連携ができたという風になりますので、実際ね、ポイントね送ってみたいと思います。今ねここにツイッターの画面が出てると思うんですけども、右下の共有ボタンがありますよね。こちらを共有ボタンを押していただきます。そうするとですね下からページが開いて共有するっていうのがねあると思いますので、こちらを共有を押していただきます。そうするとですねエアードロップとかメッセージとかメールとかね LINE とか出てると思うんですけども、これをね右の方に行っていただくと 6g っていうのがね出てくると思うんですよね。で 6g ねクリックしていただきます。そうするとですねこんな感じのねページが出ますので、まあこちらでですね送ってそれを受け取ってもらうと両方にね抽選がされるっていう風になりますので、ポイントをね送っていただきます。まあもちろんねお金でもいいんですけども、こちらは本当に現金がね減っていくっていった形になりますので、ポイントをね送るようにしましょう。でこのポイントに関してはですね今やってるねこのキャンペーン中は無制限にね送れるっていった形になっておりますので、このポイントをですねいろんな方にね送っていただいてっていった形になります。では実際に送りましょう。でこちらでポイントを選んでいただいて、タップ6ポイントっていうのがありますよね。こちらを押していただきます。そうするとですね右上のね送るを押していただくと相手に送られるっていった形になります。で送った人もですね受け取った人も今回のキャンペーンの抽選が行われるっていう風になりますので、まあこれでね当選すれば 6g のね発行手数料が0円でね発行することができるっていった形になります。で今やったのはですね送る方法っていう風になりまして、もしね誰かに送ってもらって受け取る方法なんですけども、トップ画面のですね一番下にもらう送るっていうのがねあると思うんですけども、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね左下にもらうっていうのがありますよね。で友達からグラムからっていうのがあると思うんですけども、このグラムをねクリックしていただきます。誰かにね送っていただくとこの見受け取りありっていう表示が出てくると思いますので、こちらをクリックしていただきます。そうするとですねこんな感じで、まあ誰かがね送っていただいたのがポイントとしてですねこちらに表示されるっていう風になりますので、こちらをね受け取るを押していただくと抽選がされるっていった形になります。でですねこれどうやったら当選がわかるのかっていう話なんですけども、トップ画面の右下にアカウントっていうのがありますよね。そうすると今ね見受け取りのポイントがありますって出てると思うんですけども、もしねキャンペーン通った方はですねこちらにね表示されるっていった形になります。でこのキャンペーンに関してはですね一応先着でまた抽選っていった形になりますので、これね当たる人当たんない人ですね結構分かれている感じなんですよね。私は結構ね早い段階でキャンペーンね当選して無料でね発行することができたわけなんですけども、中にはですね何十人何百人やってもですね当たらない方もいらっしゃるっていった形になりますので、そうなってくるとですねちょっとわざわざねこのキャンペーンを狙うかどうかっていうのは時間のね無駄っていう意味もですねあるかなっていうふうに思いますので、利用するかどうかっていうのはご自身でね判断していただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね 6g のリアルカード申し込み開始ということで解説ねさせていただきましたけども、スケルトンカードでしかもねナンバーレスっていうのでかなりね予想を上回ってきたなっていうふうに思うわけなんですけども、到着がねかなり楽しみですよね。まあキャンペーンに関してはですねかなりね当たる方当たんない方ね分かれるって言った形になりますので、 Twitter とかでですね相互送信みたいなね
受けたまっている方も結構いらっしゃいますので、まあ、そういう方探されてね、利用されるっていうのもね、いいかなっていうふうに思うわけなんですけども、本当に当たるかどうかはですね、こればっかりはね、わからないっていった形になりますので、この点はね、注意していただきたい部分でもあるかなっていうふうに思いますね。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方は、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。